はい、皆さんこんにちは。いつまでもバイクでチャレンジチャレさんですね。でも今日は車で出かけております。それもコペンでもありません。はい、今どこにいるかと言いますと、飛騨高山、はい、陣屋の朝市前に来てます。こんな感じ。はい、陣屋の朝市前です。高山陣屋、こちらの方に今おります。鷹の爪、外人さんは何が好みらしくて欲しいんでしょう。鷹の爪、リンゴジュース、何これ、漬物、きなこ餅、なんか向こうにも何かあるらしい。これ高山3回目なんだけど観光したことないんだよね。京都市、京山、高山町役場、へえ、役場だったんだ。明治28年、へえ、これおもろ。もう一歩向こうの筋歩こうや、どうせならこの向こう側の筋、あ、なんか趣があった。はい、町並み保存地区を歩きます。いいね、これ竹原みたいだ。めっちゃいいじゃないですか。ええ感じじゃねー。え、こんなとこだったっけな、先輩んとこって。こんなかったっけ。あ、どうも。あ、先輩、どうも。こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。えらい早いです。昨日の夜出てしまった。陣屋に車置いてからちょっとだけ顔出しに来て。あ、うちもちょっと車を置いてこっちに顔出して。同じパターンか。そのパターンで。そうですね。BM 今日今回。いや、車です。車です。車です。こんぐらいです。じゃあ、そうですか。そうですかね。で、広島の高瀬です。はい、私は高瀬のライダースの先輩の今回お世話していただく、はい、ライダースの先輩のお茶屋です。お茶屋さんです。お茶屋ってその変なお茶屋さんじゃなくて、変なっていうか、はい、本当に日本茶のお店で、高山のお店です。古くからのお店なんだと思います。町の博物館、はいはい、これですね。あ、そうなんじゃ。え、なんか言わなきゃいけんの、勝手に入れる。入れるよ、普通に。特に時間がいいわ。展覧ルートがよくわからんの。はい、飛騨高山、はい、テクテクと、ま、町を散策してやってきたのは明大手打ちしそば、炭
さんですね。準備中から、はい、3回目ですね、ここ来るの。唐草模様の株あります。うん、ここはリーダーの友達のお店で、僕も3回連れてきても、2回連れてきても、今日3回目。あ、株プロだね、これ。タイヤがちっちゃいや。はい、お品書き。ザルそば頼みます。そばのアイスクリーム。あったかいのはいらん。そばぜんざい。そばがきのぜんざい、いいね。うん。どうしよう。ね。そばがきのぜんざいも1個追加で。わかりました。そばぜんざい。いや、そばぜんざい。そばぜんざいを1個。1個でいい。はいはいはい。はい、ざるそば来ました。バイク乗ってる人はシングルモントがついてきます。はい、いただきます。3回目ですよ、3回目。はい、そば湯。あ、ドロッとして美味しそう。まだわしらの竹切ったから、今度は一番有名なとこでも。あ、一風堂、一風堂、もう全然。風堂じゃなくて、あ、荒木屋。荒木屋とかな。うん、入れん。入れたもんな。荒木屋なんかもう絶対入れん。うん、全然うまい。そばがきうま。はい、バイク乗りがね、集まるんですよね。今、おそばとぜんざいいただきました。ひだ茶屋。すみきゅう。ん？サブタンクホルダーつけてる。な、何ホルダー？サブタンクのホルダー。ああ、はい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 。そっちです。こっちで撮ろうか。どこへ？どこへ？ここで。ここで。はい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 。にんにんにん。はい。はい、よし。ありがとうございます。タグ付けしますんで。あと待ってや。ここで一枚ってやつ、一個取らせて。取ってあげよう、取ってあげよう。俺が取ってあげよう、取ってあげよう。はいはい。はい、行きます。はい。いいですか、取ります。はい。はい。じゃこれで。はい。いやもう、はい。はい、取ります。はい。ありがとうございました。はい。また、外れた時は。食堂。へぇ。携帯持ってあれ、もしかして犬間さんハンターできた？あ、そうそうそう、ハンターです。そうなんじゃ。ゲームの何これ？ゲーム打ったの？F キムシビオ。
はい、宮川朝市に突入します。何や、ニンニク。ハンドメイド。え、何買ったんですか？ゆずこしょう。でも隅田川だとこの辺で住んでる人は結構いるもん。生活に余裕かけるそれって、それってあの